さあ続きましてはジュニアマックスクラスの予選ヒートということになります。ヒート1です。周回数は10周です。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー58 ERS with サクセス関口俊。セカンドスタートカーナンバー11トリプル A モータースポーツ遠藤新太。3番グリッドカーナンバーは13ティームグルート根川翔太郎。4番グリッドカーナンバー21 HRS ジャパン田辺隆起。5番グリッド77ティームエマティクインティンルー。6番グリッド 24HRS ジャパン白石ウルハ。以上がトップ6です。以下7番手10吉田次元、8番手93米津龍斗、9番手37前田壮介、10番手に17中島ディオン、11番手39沢田流星、12番手34金子純也、13番手20古来拓磨、14番手89木内翼、15番手42白石伊織、16番手12小野原優、17番手61徳岡大賀、18番手51伊藤風磨、19番手55石部壮太郎、20番手36江本卓。以下手塚大賀、井上瑞稀、日野奏で、岩下芽衣、ファンフェイン、中野京介、ユ・チーチェン。以上の27台です。さあなんだか後ろの方が詰まってしまいました。前の方は2列でコリドーに入ってきますが、スタートの方はどうでしょうか。切られました。さあ一気にインサイドに寄せていったのは田中ー、1点が1点。さあこれはコーションですね。フルコースコーションになります。そして4台が巻き込まれ、2台が再スタートとなりましたが、現在も2台が2コーナーの手前で止まっています。カーナンバー11、なんとセカンドスタート遠藤新太と、もう1台はカーナンバーはわからない、ちょっとわかりません。さあドライバーは歩いていますけれども、さあこれはいきなりのフルコースコーションです。さあ先頭はポールスタートの関口、その後ろには5番手スタートのクインティンが上がりまして、今最終セクションへと向かっていきます。さあ帰ってきますと止まってしまったドライバーもはっきりするかと思いますが、まず1列でまだコーションとなっています。トップは関口俊、2番手にクインティン・ルー、3番手根川翔太郎がスターティンググリッド守って3番手というような形になっていますね。そして4番手には田辺隆起、5番手には澤田流星、6番手には米津龍斗。さあその前に前田壮介がいますね。さあトップは関口俊、2番手にクインティン、3番手根川、4番手に前田、5番手田辺、6番手澤田、7番手に米津。このような形で今最終セクションへと向かっています。ホームストレートスローボードが下げられました。さあ次の一周回ったところでリスタートということになります。8番手にカーナンバー20番の古来拓磨が5ポジションアップしています。9番手白石より10番手89の木内も4ポジションのアップ、11番手に石部、12番手徳岡、13番手江本、14番手手塚、15番手伊藤、16番手中島、17番手日野、18番手ファン、19番手岩下、20番手井上。以下小野原、ユーチーチェン、中野京介、吉田次元、白石ウルハ。ここまで、先ほど再スタートをしたのはおそらく吉田次元と白石ウルハ、そして止まってしまったのがなんとセカンドスタートで、今日はシリーズチャンピオン争いをする遠藤新太と、そしてランキング第5位の金子純也ということになってしまいました。さ
さあリスタートをします。3周終了というところからリスタートとなります。ホームストレート、さあ関口俊にクインティン・ルーがぐぐっと近づいていきまして、2コーナーへと向かっていきます。トップ2、後ろから3番手の常川翔太郎がここに食い込んでいけるかどうかというところ、4番手争いなんですけれども、さあ4番手には田辺隆起が上がりまして、5番手に前田壮介、6番手に澤田隆成、トップ6が形成されています。以下7番手米津龍と8番手に古来拓磨、ここは今少し離れていますね。9番手白石より、10番手に木内翼、今までとなんかちょっと違うメンバーがやっぱり今のアクシデントのこともありまして上位に上がってきたといった印象です。最終コーナーから立ち上がってきまして、ホームストレート、さあ関口に対しましてクインティン、テールトゥーノーズに持ち込む、関口はインサイドを守った、クインティンはアウト側からスピードが乗っていく。関口今のインナーを守ったのはちょっと立ち上がりきつかったかと思ったんですが、さあやはり5コーナーも守っていきますね。きつかった自覚はあったのかもしれない。しかしそこにクインティンがぐいぐい近づいていく。さあタコツボ、関口はまたまたインサイド守った、クインティン後ろからつく、常川翔太郎がそれを見ている、4番手田辺隆起も見ています。さあ関口は後ろをちらっと見て、インガはマシン振っていっております。トップ3が完全にテールトゥーノーズになりました。4番手田辺隆起も含めて最終コーナーから立ち上がってきます。さあホームストレート、これで5周終了、これで5周終了です。さあトップカーナンバー58、関口のインサイド、クインティン入っていく、クインティンでここでトップ入場。さあそしてヘアピンのところではトップ4がさらに近づいてきます。さあそしてここでカーナンバー58、関口俊に対しましてブロックのボードが出されます。さあそしてカーナンバー64の中野京介がここでリタイアです。さあ関口ブロックのボード見えたでしょうか。トップ4が完全に一覧となりました。4番手にはシリーズチャンピオン候補の一角、ランキング3位であり昨日タイムトライアルトップを取りました田辺隆起がつけています。足はあるはずです。さあこれで6周終了、残り周回数は4周。さあクインティンの後ろに関口ついている。クインティンはセクター2でファステストをマークしていますが、ここでファステスト、全体のファステストを取ったのは現在5番手の澤田隆成です。さあ前の4台のバトルを見ながら走っています。カーナンバー39、澤田隆成がだんだんと前に近づいてきて、その後ろについている前田壮介、もろともにトップ6を形成しました。さあバックストレートエンドのところ、なんかペアペアペアみたいな戦いになってきました。トップ6、7番手単独で追い上げている米津龍とは前のバトル次第、8番手には石部壮太郎が上げてきています。石部壮太郎スターティンググリッド19番手だったんですが、現在8番手。さあそして3番手4番手が動いた、田辺隆起が1コーナー立ち上がりでインガーにマシンを振っていきまして3番手に浮上、常川をかわします。常川ヘアピンでグイグイ入っていく、これはちょっときつかったんじゃない、アウト側から立ち上がって、これは田辺隆起に軍配です。そしてクインティンのインガーは関口入る、トップ争い、関口インサイド飛び込んだ、そしてインガーを締めていく、クインティンは後ろをアウトサイドから S 字の2個目を狙っていくようなラインです。3番手田辺も完全に追いつきました。最終コーナーから立ち上がってきます。残り周回数は2周、トップは関口、2番手クインティン、3番手田辺、少し離れて4番手に澤田隆成も上がりました。5番手前田、6番手に常川と順位で変わっていきます。トップ6、前の3台と後ろ3台とに分かれました。さあそして関口はヘアピンでレイトブレーキング、後ろ田辺はそれを読んでついていきました。さあそしてその後ろの4番手争いのところでは常川がドロップしています。さあタコツボのところでは関口、2番手には田辺、3番手クインティン。さあ関口は先ほどブロックのサインが出されておりますので、あからさまなラインは通らないと思うんですが、後ろの2人がそんな関口をどんな風に攻略していくのか、これがファイナルラップ。さあジュニアマックス予選ヒート1、関口か田辺か、それともクインティンか、
2コーナーのところでは関口が守りますね。田辺隆起は単純にイン側飛び込むだけではダメって分かってきたと思います。となるとどこかで大きなクロスラインを取っていくような頭を使う戦略を立てなくてはいけません。さあ関口が見とる、後ろからクインティン飛び込んでくる、インサイドクインティン飛び込んでサイドバイサイドになって、さあバックストレッチではクインティンに澤田流星、さらに前田がついてきて田辺をドロップ。これで関口は楽になりました。単独になった最終セクション、カーナンバー58、関口俊がこの予選第1ヒートを取っていきました。2番手にはクインティン、3番手鮮やかに澤田、4番手前田、5番手には田辺がドロップをして6番手に米津、7番手石部、8番手常川、ここまでが一覧でチェックを受けていきました。9番手には15番手スタートの白石伊織が上がりまして、10番手には徳岡大河が17番手から上がってきています。以下古来、手塚、井上、江本、木内、中島、小野原、日野、伊藤、白石、浦葉、ここまでがトップ20となっています。